鈴木正治は、日本の政治家。自由民主党所属の元参議院議員。元愛知県議会議員。愛知県碧海軍治竜町生まれ。父親は、仏壇店、仏壇の三河屋を営んでいた。治竜町立治竜中学校、愛知県立岡崎北高等学校卒業。中学、高校時代は、野球一式の青春だったという。 日本大学法学部政治経済学科卒業後、家の都合で、治留市に戻り家業を手伝った。1974年、治留市議会議員に初当選。1975年4月、愛知県議会議員選挙に無所属で立候補するも、同じく無所属新人の都築議校に敗れる。同年、副大派の衆議院議員、村田慶次郎の秘書となる。 1979年の県議選も、再び無所属で立候補。自民党公認を受けた現職の続期を破り、初当選を果たした。2期目の1985年10月21日、旧愛知4区の中野志郎元国土町長官が、急性心不全により死去。中野は一人息子を1981年に病気で、亡くしており、1985年11月6日、 第一回後継者選考委員会が、壁南市の中野の自宅で開かれることになる。後継候補に選ばれたのは、中野の第一秘書の中原義正、前特許庁長官の志賀学、県議の杉浦正幸、そして鈴木の4名であった。1986年2月6日、赤坂プリンスホテルの福田派の事務所に、福田武雄、安倍慎太郎、藤尾正幸、三塚博史、 塩川正十郎、加藤武月、森吉郎、村田圭二郎ら8人の幹部が集まり、後継者について話し合いが持たれた。鈴木を強く押す村田に対し、岡崎市出身の杉浦政権に傾きつつあった。安倍は、鈴木で党の公認は取れるのかと懸念を示した。福田は無言を押し通したと言われている。この幹部会で、鈴木は一旦後継者に内定。 ところがその8日後、仏壇屋を営む父親が辛労で倒れたことを理由に、鈴木は内定を返上し、2月17日、出馬断念を正式に表明した。総選挙は同年7月に行われ、中野の地盤は杉浦政権が引き継いだ。衆院選出馬のチャンスは逃したものの、県議を4期務めた。1987年には、 全国商工会青年部連合会副会長に就任した。1993年前年の参院選で初当選した新馬正殺が公職選挙法違反で在宅起訴される。当選無効による再選挙に向けて自民党県連は1994年に鈴木の擁立を内定した。同年7月新馬の上告が帰却。 それを受けて県連幹事長らは党本部へ出しに出向くがちょうど同じ日、静岡市で開かれた東海4県議員新前野球大会の決勝戦で、鈴木は二塁からホームへスライディングし右足を骨折した。鈴木は立候補を断念し、自民党も9月に行われる再選挙への候補者擁率を諦めた。1994年秋、自民党名古屋議団は、 翌年の参院選に向けて71歳という高齢を理由に現職の吉川博公認に異論を唱えていた。こうした党内部の不協和音を抑え込む形で1995年1月、県連は吉川の公認を決定した。しかし、その後も三河地域の県議を中心に吉川の公認に否定的な雰囲気がくすぶっていた。同年3月7日までに 鈴木が出馬する決意を固めると、3月8日、自民党名古屋市議団は、鈴木の全面支援を決定。愛知県選挙区の同党の複数公認は1983年以来なかったが、同日、鈴木は、党県連に公認申請を行った。党県連は5月10日、参院選の候補者を鈴木に一本化し、吉川の衆院選、愛知九区への蔵替えを決定。 翌日、党本部へ公認申請をした。7月23日に行われた第17回参議院、議員通常選挙で初当選。ある子さんの県議は、一時は自民二人擁立の形となったが、友倒れになる恐れは誰にでもわかる。最終的に、党本部が決めたものの、当初からそうなるのは目に見えていったと述べた。 ところがわずか2年後の1997年10月、自民党は次期参院選に現職の大木博士と元衆議院議員の浦野康雄の二人公認を決定してしまう。翌1998年、両候補は見事に票を食い合い、落選した。1997年、参議院自民党国会対策委員会副委員長に就任。青木幹夫に、 国会対策が向いていると見込まれたことがきっかけで、初当選以来15から16年の間、6人もの国会対策委員長に仕えた。1999年10月、第1次、森内閣で運輸政務次官に就任。2001年7月29日に行われた第19回参議院、議員通常選挙に当選。2005年10月31日から第3次。 小泉改造内閣において政務担当の内閣官房副長官を務め、合わせて政府の拉致問題特命チーム議長を務めた。2006年9月26日から安倍内閣において内閣官房副長官に再任される。官房副長官在任中、新潟県中越沖地震発生に際し、愛知県で行っていた選挙運動を急遽取りやめて、 首相官邸へ戻り、震災対策に当たった。2007年7月29日に行われた第21回参議院、議員通常選挙に当選。同年8月、自民党が劣勢となるねじれ国会下において、参議院自民党国会対策委員長に就任。大村秀明が2009年8月の衆院選、愛知県内省選挙区で全敗した責任を取り、 自民党県連会長を辞任。県連所属国会議員が、大村、鈴木、浅野正人参議院議員の3人だけとなったため、当面立場が安定している鈴木を会長にすることで、県連内の意見がまとまる。同年9月19日、党県連会長に就任。2010年7月には、第22回参議院議員通常選挙の結果、逆に自民党など、 野党優位となったねじれ国会下において、参議院議員運営委員長に就任した。2010年10月、自民党県連は、任期満了に伴う愛知県知事選挙の候補者として、総務省職員の重徳和彦に出馬を打診。続いて10月15日、衆議院議員の大村秀明が、名古屋市長の河村隆により要請を受けて、 知事選への立候補を模索していることが報じられる。鈴木は、党愛知県連会長として、11月15日に、大村と東京都内で会談。出馬取りやめを求めたが、大村は、鈴木の要請を拒否した。これを受けて、愛知県連は、党本部に、大村の除名処分を上申。しかし選挙の結果は、大村の圧勝となり、 鈴木は選挙後の2011年2月13日に県連会長辞任を表明した。公認の県連会長には大村と親しい間柄にあった県議の寺政学が就任した。寺西は残りの任期が切れる同年7月まで会長を務めた。2011年10月、参議院国家基本政策委員長に就任。2012年5月29日、 次期参院選には出馬せず、政界を引退する意向を表明した。鈴木はこの時点でまだ63歳であったが、寺政学に近い県議らを中心に、鈴木への多選批判があり、鈴木の支援に難色を示す等の支援団体も出ていた。鈴木は記者会見でだいぶ前から決意していた不出馬の判断に批判の声は関係ない。 自分が身を引くことで権限が変わってもらえればと述べ、翌2013年7月、人気満了により、正解を引退した。ありがとうございます。